ぬる。奴らシンビオートはベノム追ってきたんじゃなくてぬるから逃げてきたって予想あったけど当たってたな。アベンジャーズ案件レベルだろこれ。ライオット、カーネイジ、ぬる。レベル上がりすぎじゃない？ぬるチラッと出てきて次回以降に持ち越しみたいになりそう。次回はないはずだけど、ぬるって割と最近のキャラだよね確か。ぬるって設定とか壮大そうだしドルマムーみたいに倒さずになんとかする感じなのかね。ぬる出るんか。襲ってきてるデカブツもシンビオート？襲ってきてるのはゼノファージという宇宙生物。シンビオートとは別種のエイリアンでシンビオートを襲う天敵。ぬるだのクリエイターだのコミック絡みでチラッと聞いた名前が出てきた。ぬるってシンビオート作った神様みたいなもん。うん。ぬるが作った神殺しの剣、オールブラックザネクロソード。っていう黒い剣が最初のシンビオートなんだ。やがてシンビオートに反落されたヌルはシンビオートたちに拘束されたまま彼らの母星クリンターの中心に幽閉されてたけど、新しいシンビオートと結合して生まれたカーネージをベノムが殺したことでヌルが復活してベノムたちと戦うことになったのが原作。ちなみにオールブラックを作るときに剣を熱して鉄の土で叩いてヌルは作ったんだけど、それが原因でシンビオートは高熱と鉄を打ち鳴らす音波が弱点。シンビオートの剣はゴッドブッチャーが使ってたやつだっけ？ MCU だと変更されてたか。ぬるってそう3作目に出てなかった？ゴアじゃない？冒頭で金ピカの髪にやられてた。公式には言及されてないけど仮にぬるだとしたらあの髪めちゃめちゃ強くない？あくまでオールブラックというネクロソードがシンビオートなのであって神殺しのネクロソードそれ自体はいくつかある。さらに言えば MCU のソーバトルロイヤルでヘラがぶっ刺してた大量の黒い剣も一本一本がネクロソードだったりする。すごい博士だな。MCU がやる前のアメコミ映画ってこんな感じだったよなって思い出す。褒め言葉。賞味毎回同じ感じなんだけどそれで良いなという気持ち。エディとベノムの友情とぐちゃぐちゃシンビオートプロレス。カーネージはかなり面白くなかったからどうなるやら。予告だと良さそうだけど。カーネージは時間も短いので家でピザ食いながら映画見続ける日にちょうどいい。カーネージは勢いで押し切るアトラクション映画としてはだいぶいいんだよな。カーネージをあれで消費していいの、感はあるがベノム単体だとあのぐらいの勢いでやらないと勝てないだろうし。3作目でようやくシンビオート以外の敵と戦うのか。今まで出たのもライオットとカーネージだけよね。そうだね。シンビオート以外の超人ならシュリークがいるけど。そういえばいたな。あいつ超音波攻撃するからカーネージとは相性最悪だったな。劇場で予告見てた時から思ったけどやっぱ馬ベノムかっけーわ。俺はトムクルーズじゃねえ、出所好き。トム派のベノムがこれで完結らしくて寂しい。スパイダーマンと共演して欲しかった。結局このシリーズスパイダーマンと繋がるんけ？結局 SSU はスパイダーマンは存在する世界なのか否か。とりあえず MCU や他のスパイダーマン映画の世界とはマルチバースで別世界。この映画と同じ世界を描いてるマダムウェブでは2003年くらいにピーターが誕生してるので、いたとしても MCU のピーターよりさらに若いピーターがいることになる。マダムウェブ繋がってるんか。SSU 世界がようわからん。ベノム、シリーズ、モービウス、マダムウェブ、クレイブンの4シリーズが今のところ SSU で同一世界。モービウス劇中でベノムで描かれた事件が伝聞で語られたり、ベノム2の背景の新聞記事にクレイブンで登場予定のライノの記事があったり、それとなくつながりは書かれてる。すごいな。まるで SSU 博士だ。MCU は MCU でシンビオートスパイダーマン展開あるみたいだけどね。当分先だけど。というか前作の引きからスパイダーマン関わらなさそうな続編出ると思わなかったよ。絶対方針変わったよな。カーネージからのノーウェイホームはほんと残念だったからな。トムハーディもいつまでやってくれるのか。なんか思ったよりベノム単体で弾けたしもういいんじゃないの。ベノムだからスパイダーマンと戦うみたいな労役は。ベノムはトムホがいろいろやろうとしてたようだし、スパイダーマンの方に行くんじゃない。トムハーディはトムホとの共演に前のめりだから完結してもシークレットウォーズで再登場とかありそう。俳優の人こんなだったっけ。まあもう年齢が年齢だし。アメコミ映画全般に言えるけど役者が老けていく。見る俺たちも老けていく。早くしてくれ間に合わなくなって知らんぞー。ってシリーズが多い。いろいろ手遅れになる前に早くスパイディと戦え、は全員考えてると思う。正直このベノムとスパイダーマンが戦うシーン、あんま想像できないしむしろ共闘が見たい。単独タイトルが完結したならいろんなとこにのびのび出れる。って方向の完結だと嬉しいんだがね。ネタなんだろうけど。
ノーウェイホームでドクターストレンジが閉じ込められたグランドキャニオンの横ベノムの乗った飛行機が飛んでるからまさか何か関係があるのかって考察してるやついて笑ったわら。万一もないだろ。笑った。考察中もここまで来るとかわいそうだな。グランドキャニオンなんて観光名所なんだから日本のシーンで東京タワーや富士山が出てくるようなもんだろ。週はこれで打ち切りになりそうだな。ベノムだけ MCU に合流すればいいしね。こいつ今まででも全く経路違うよな。予告時点ではアクションもり繰り返しで面白そうだけどマダムウェブもあったしあんまり期待はしないどく。ベノムは日本一週間遅れでこっちは日米同時なのは何なんだ。今年の SSU はマダムウェブ、ベノムラストダンス、クレイブンザハンターか。来年以降予定なんかわかってたっけ。一切不明。アマプラのドラマになるかもしれない実写版スパイダーマンノワールがもしかしたら SSU かとかは噂されてるけど。ゼノファージ、トキシン、ラッシャー、ジュリー、ヌル、盛りだくさんだなラストダンス。めっちゃ神秘王と増えてんじゃん。トキシンも出るのか。個人的に好きな神秘王とだから嬉しい。トキシンはあの刑事の人？トキシンは警官ヒーローなのが地味に好き。やっぱトキシン出るのか。見た目好きだから楽しみだわ。カーネージ君も復活してくれてもいいぞ。なんか人間側の組織がたくさん神秘王と捕まえてるっぽいね。アナウンスされてるだけでもベノム、トキシン、ラッシャーの少なくとも3匹のネームド神秘王とが出るらしい。調べたら大体出てきたけどジュリーって何？これだけわからなかった。ベノムに復讐するために結成されたパワードスーツ特殊部隊。変な特殊部隊めっちゃ強いみたいだけどこいつも原作ありなん。隊長の黒人のキャスト名が、OL テイラー。って話が本当なら原作で同名のキャラが率いてたタイベノム用パワードスーツ特殊部隊、ジュリー、が元ネタの可能性がある。原作のジュリーは、陪審員、という意味でアイアンマンの簡易量産型アーマーを改造したチームで連携でベノムやスパイダーマンを追い詰める強敵。ベノムが脱獄時に殺したアルカン種のトムライ合戦のためにベノムを狙った。プロがおるやん。ベノムって神秘王と以外の宿敵結構いるの？いるよ。全員マイナーだけど上にあるジュリーの他にディガー、ファイア、ジャック・オ・ランタン、ヒューマン・フライ、ゼノファージなんかとやり合ってる。大半はエディ時代にやってたミニシリーズでやり合った相手か、フラッシュが宿主だったエージェント・ベノム時代にやり合った相手が中心だね。ちなみに今回語ったベノムの大半についてはベノム・リーサル・プロテクター。マーベル・グラフィック・ノベル・コレクションを、ベノム、スパイダーマン・ベノム VS カーネージ、アブソリュート・カーネージ、キング・イン・ブラック、の5冊の翻訳アメコミを読めば大体わかるぞい博士と言ってもらえてありがたいけど俺なんか浅いんだみんなもっとベノムのコミックを読んでくれ。エディとベノムの関係好きだから読んでみるか。結局やるか怪しいスパイダーマンとの共演の先であるであろう実写でエージェントベノム見られるのいつになるだろうな。ゼノファージを倒してヌル復活を防ぐみたいな話になりそうな気がする。キングインブラック的な内容になるのかね。だとしたらベノムパワーアップか。ベノムいなくなったらエディ生きていけないじゃん。死が二人を分かつまでってこう。恋人同士に言うフレーズじゃない？やっぱエディのヒロインってベノムだよな。いなくなるな。